おう。沖野のやつ、おちょくりおって。だが、俺もどうかしてる。沖野は男だぞ。なんで関ヶ原に取られると思った。大きの目、悪ふざけにしては度が過ぎる。それより、あの映像は何だったのだ。確か生まれ変わりがどうこう。さて、大きいのはどこだ。いいところに来た、沖野。僕はこれから情報を得るために保健室に入り込む。校庭にいる養護教諭の森村を保健室に近づけないでくれ。森村は白衣を着ている。すぐ分かるよ。10分は近づけるな。おい、頼んだよ。沖野が保健室に潜入するので、校庭にいる森村を足止めしなければならない。森村は白衣を着ている。それじゃあお願いね。はい、先生。なんというか、こう、すごい先生だな。あれでは男子学生が勉学に専念できまい。さて。待ってくれ。はい。校舎裏で、その、怪我をした生徒が。まあ、すぐ保健室に連れてきなさい。いえ、それが、そいつ足を折って動けなくて。大変だわ、救急車で病院に。いや、足は多分大丈夫です。腕をすりむいて、いや、全身です。行って見てやってくれませんか。君、うちの学校の生徒ではないわね。そのボタン、二学理工業の制服ね。先生をからかう遊び。バレた。君は何年生？名前を言いなさい。生徒指導室に来てもらうわよ。担任の先生は誰？そろそろ頃合いだ、逃げよう。ここに戻るとやはり落ち着くな。俺の時代の匂いが建物に残っているからだろうか。騎兵に乗るため猛特訓をしていた頃はこんな目に遭うとは思いもよらなかったな。
どうした？もっと近くで見ろよ。どうだ？これを初めて見たときは俺も興奮で言葉が出なかった。これが騎兵。そうだ。腕や足がついていて、まるで鉄の巨人だ。そうとも、2000トンの無敵の鉄人だ。正面の戦艦並みの手法がわかるか？俺も詳しくはわからんのだが、装薬ではなく電力磁場というので1トンの砲弾を飛ばすそうだ。1トン、長門の手法並みじゃないですか。後部に装備された新型噴針弾たるや、弾が自らを操縦して必ず当たる。まさか。旧来の戦術を覆す代物だ。それが本当なら神の見業だ。科学小説の話でも聞いている気分です。ドージ博士の話ではドイツの科学技術だということだがな。悩んでも仕方なかろう。これに乗って日本を守るだけだ。俺がダメなら貴様の仕事になる。もっと大人で適任者がいるのでは？なぜ自分たちのような弱輩が。騎兵は操縦装置も特殊で人を選ぶ。適合できたのが貴様と俺だけと聞いた。いやあ、君たちか。キリコさん。なぜキリコさんがここに。ここは機密のはずでは。ああ、ほら、博士の使いで書類を届けに。そうだ、慶太郎、博士の娘さんだぞ。許可はもらってるよ。来てくれ。君たちの同調接続調整を始めよう。いや、博士がそう言っていたよ。伝えに来たんだ。わざわざすいません、キリコさん。行こう、慶太郎。俺が戻れなければ騎兵には慶太郎が乗ったはずだ。だが歴史には何も残っていない。騎兵は間に合わなかったのか。まさか。貴様、誰かと思えば慶太郎じゃないか。あなたは。わからないか。俺だよ、肘山だ。貴様もこっちへ迷い込んだとはな。高利さん。ああ、この頭か。わからんのも無理はない。半年もここで生きてきた。髪も伸びるさ。よく見てみろ、俺だ。本当に高利さんだ。貴様はいつ来た？こっちにどうやって来たんだ？あっちはあれからどうなった？待ってください、そんな一度には。騎兵はどうなった？それが、私は騎兵でこの時代に来ました。騎兵で来た。騎兵にも時間旅行の機能があるのです。なんだと。やはりあれは未来の兵器なんだな。騎兵はどこだ？こっちにあるんだろ。あるにはありますが動かせません。その上、この時代の政府と敷島に取られてしまいました。なんてこった。沖野の話は秘密だと言っていたな。同時キリコの話をするのもまずいな。腹減ってないか？俺のねぐらへ来い。焼きそばパンを食わせてやるぞ。いえ、大丈夫です。今はクラベのお孫さんのお世話になってます。
そうか。だが焼きそばパンは一度食うべきだ。この時代で一番うまい食い物だぞ。高俊さんはハンバーグというものをご存知ですか？ハンバーグ？おそらくこの世で最もうまいものです。そんなわけがあるか。あなたが急に姿を消したのはこちらに来たからか。俺がいなくなった後どうなった？あなたは同時キリコと共に逃げたと報告を受けました。バカも休み休み言え。貴様も俺をスパイだと思うのか？まさか。仮にそうだったとしてもあなたはもう咎められたりしない。どういう意味だ？我々の時代にはもう誰も残っていない。やはり歴史通り敗戦に。そうじゃありません。怪物に壊された。どういうことだ？詳しく話せ。待てよ沖野。啓太郎が言ってた怪物ってのはちゃんと説明しろ。おい、ここは説明するより見た方が早い。昭和20年に行けばね。やはりこの神社が時間旅行のための場所なんだな。行くだろ？もちろんだ。出発しよう。さんの家があったはずだが、この有様ではまるでわからん。啓太郎の言う通りだ。交渉にも避難所にも人影はなく、探し回っても誰とも出会えない。ここは空襲で焼けたように見えるが、遺体にすら出くわさん。他の地域から救助が来てもいない。日本だけじゃない。おそらく世界中が同様の状態だ。なんだあれは。ここはあれにやられたんだ。沖野の言っていた。そうだ、あれがダイモス、世界を滅ぼすものだ。騎兵と同じくらいの大きさのやつからもっと大きなやつもいるだろう。ここに残っているのはごく一部に過ぎない。数百以上の大軍が押し寄せたんだ。今は役目を終えて静止している。皆はあれに食われたのか？食べないよ。捕らわれたんだ、地下にある円盤に。円盤？ダイモスはこの下に埋まってる巨大な円盤を狙ってる。あいつらが円盤に接触したら円盤が人を転移させる。その目的も転移先も不明だ。お袋も玉尾さんもそいつに捕まってんのか？待てよ、ここがこんな有様なのに。1985年は。君も気づいたか。もしかして平行世界とかいうあれか？意外に物知りだな。啓太郎から借りた科学小説で読んだ。一つだけ確かなのはそれだ。ここと向こうは時系列でつながってない。
周りの何もかもがおかしくなっていく。悪夢なら覚めてくれ。とても現実とは思えん。現実と思えないか。